広域関東県とは、関東地方1と6県とその周辺地域を含む県域。広信越3県や静岡県、福島県などが含まれることが多い。広信越のみを加えた1と9県については、関東広信越とも呼ばれる。関東1と6県に隣接する県には、北から福島県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県の5県がある。 これら5県は、それぞれ、1956年の首都圏整備法で、山梨県が首都圏に含まれ、1957年の東北開発促進法で、福島県と新潟県が東北県に含まれ、1966年の中部県開発整備法で、長野県と静岡県が中部県に含まれた。各県の開発計画に伴う、 公共事業の窓口としては、これらの枠組みで知事会が形成された。なお、関東地方知事会を構成する自治体のうち、静岡県と長野県は、中部圏知事会議の構成自治体にもなお貫ねている。現代は、第三次産業の比率が増大し、また、東京都の影響力が大きくなったため、東京あるいは、関東地方との経済的連関が深い地域として、 広域関東圏という枠組みが見られるようになった。ここで述べる関東甲信越制を管轄範囲としている主な行政、司法機関としては以下のものがある。林野町以外の政府機関における地方支分部局の管轄は行政機関により異なる。また同一省庁間においても所管業務によって管轄が異なる場合も存在する。東京に 本拠地を置く企業のブロックや中央省庁の地方支分部局では関東地方1都6県に更新を加えた関東更新内市は関東に新潟県山梨県の2県を加えた関東新越さらには関東地方に新潟県山梨県長野県の3県を加えた関東更新越山梨県を関東地方に含めた首都圏に 新越を加えた関東新越という枠組みがよく見られる。高新越と呼ばれる三県は、県境や交通網でつながっている地域においては、一定数の相互の人的、経済的交流があるものの、特に明治新以後は、それぞれの県が別個に東京と直接つながる形で発展した。都道府県間流動調査に見られるように県外への流出1位が三県とも、 東京都となっており、甲信越の中心都市は東京とも言える。したがって、甲信越地方としてのブロック性は薄く、関東甲信越という表現は、関東と山梨県、関東と長野県、関東と新潟県のそれぞれのつながりをまとめて表現しているとも言える。長野県長野県において重要になるのは、旧品の国の日域性であり、河川水系。 地形上の理由から、塩尻峠、宇藤峠、鳥居峠、和田峠、大門峠、爆走峠を境に南北に大きく分かれており、南側はいずれも太平洋に河口がある天竜川、木曽川、富士川の流域に属する一方、北側は日本海に河口がある品野川、姫川、関川の流域に属する。そのため、長野県というくくりは、ある意味問題を生じる。 長野県の南心地域の内下稲地区は、東京よりも名古屋をはじめとする、中京圏との人的交流や経済、文化的結びつきが強いため、広域関東圏の範疇に含まれないことが多い。また、長野県の中心地域の内基礎地域は、古代においては、美の国に属し、江戸時代には、尾張藩の領地であったことや、基礎川は、ノー平野から、伊勢湾に向かって流れるため、 中京圏の一部として扱われることさえある。新潟県新潟県は、律令制の五機七道においては、旧越後国及び旧佐渡国が北陸道に属していた。しかし、律令制の距離による東急区分においては、北陸道の他の国々が中国及び金国に位置づけられる一方で、越後国、佐渡国両国は援国とされていた。新潟県は、 現在の地陸分でも北陸地方とみなされることもある。新潟県の上越地域と富山県の呉れ東地域の間には一定数の相互の人的、経済的交流も存在する。しかし、親淵を境に言葉のアクセント、文化も異なってきた。また近現代においても、戦前の同州政案では北陸三県を名古屋州とする一方で、新潟県は 東京州とする例があるなど、新潟県と北陸3県が同じ枠組みとならないケースも存在してきた。また、新潟県の阿賀野川へ北に位置する阿賀北地域は、東京都心からの直線距離が 250km を超過するなど、関東甲信越西一都10県の中では、最も長く、関東地方とその周辺を対象とする道路地図等では掲載されない場合もある。 阿賀野川以北は、言語的にも北大方言の地域であることから、場合によっては、東北地方の一部として扱われることもある。山梨県山梨県において重要となる点は、九海の国の2地域性にあり、方言学や河川水系、地形上の理由から、柳沢峠、大菩薩峠、笹子峠、三坂峠、小人湖トンネル、中野総トンネルを境に、西側は、 国中地域、東側は、軍内地域と文化圏が大きく分かれており、甲府市を中心とする国中地域は、甲信西地方に属し、軍内地域は、関東地方に属するという感覚がある。そのため、山梨県というくくりは、ある意味問題を生じる。特に軍内地域は、南関東との人的、文化的経済的交流が極めて濃厚であり、推計的にも、 相模川水系である上、言語上も西関東方言に属するため、東京とのつながりが国中地域に比べて極めて高いことから、甲信越西地方4県の中では唯一、南関東の一部として扱われる場合もある。例えば、JTB 私鉄時刻表東日本版第4号によれば、軍内地域を南北縦断する富士急行線は、東京付近作院地図に掲載されている。 静岡県は通常東海地方、または中部地方として扱われるが、1948年には関東地方、山梨県、長野県、静岡県により関東地方知事会が設置され、関東甲信制の枠組みが見られた。また、富士山が山梨県及び静岡県にまたがるほか、山梨県の開国中地域及び静岡県駿河地域が、 富士川流域に属することから、山梨県及び静岡県を包括する場合の名称は山西地方となる。さらに、長野県南新地域及び静岡県東東海地域が天竜川流域に属し、山梨県国中地域の富士川及び長野県南新地域の天竜川が、いずれも静岡県に向かって流れ、富士川が駿河に天竜川が 演習などにそれぞれ流れる。方言学上でも、静岡県、山梨県国中地域及び、長野県は、長野、山梨、静岡方言に属し、山梨県は、静岡県とも、長野県とも総合間の一定のつながりがある。山梨県、長野県及び、静岡県の3県を包括する場合の名称は、更新性地方となる。 都道府県間流動調査によれば、静岡県と最も交流がある地域は愛知県であるが、隣接する神奈川県や東京都との交流の実数を合算すると愛知県との実数より多く、南関東1と3県との実数の合算数が愛知県との実数の2倍以上である。また、実際に愛知県と特に交流がある地域は、 静岡県西部の大井川維生の東東未国であり、静岡県東部では愛知県とのつながりは低い。このほか国勢調査によれば、静岡県全体では名古屋へ通勤、通学する者の,の数より、静岡県東部の東京へ通勤、通学する者の,の数の方が多い。これらの点から、静岡県は広域関東圏に含まれるとみなされることがある。ただし、 重要となる点は、静岡県の2地域性である。旧律令国の時代から、大井川伊勢で、東東海国、大井川伊東で、駿河国、伊豆国と文化県が分かれており、東東海地域を除くなど、静岡県西部では、中京県、名古屋市港である。このため、東東海地域は、長野県の下稲地区及び、基礎地区と同様に、 広域関間圏の範疇に含まれないことが多い。特に、浜名湖今切れ口より西側に位置する古西市は、近世において、新居石が置かれた、関係上、豊橋をはじめとした愛知県三河地域との文化的、経済的、人的交流が非常に深く、名古屋とのつながりは極めて高いことから、中京圏の一部として扱われることが多い。一方、 静岡県中東部の駿河地域を含む、及び伊豆地域は南関東、東京志向である。静岡空港開港前においては、静岡県が1990年代前半に行った空港利用に関する統計調査によれば、静岡県民の70%が羽田空港、成田空港を使用し、県営名古屋空港を利用しているのは、静岡県民の30%に過ぎなかった。 2005年に愛知県常こ市に中部国際空港が開港したものの、静岡県民で中部空港を利用するものの大半は浜松や掛川を中心とした大井川一世の住民である。経済の範疇では、現在では関東地方1と6県に高信越3県と静岡県を加えた1と10県を一つのエリアと捉える傾向が目立ってきている。 メーカーなどで新製品やエリア限定製品を発売する際に、この関東甲信越聖地方1都10県において先行発売や限定発売をするケースが増えている。企業の一例としてサントリーでは1都10県として関東甲信越聖地方での限定、先行発売を行うケースがあるが、静岡県を管轄する静岡支店は東海、 北陸営業本部名古屋支社の管轄下に置かれている。静岡県は広域関東圏の中では唯一 JR の管轄は JR 東海電話会社の管轄は NTT 西日本である。NTT については電電公社の民営化に伴う東西分割検当時において利用者数、資産規模等のバランスを取るためと言われており、1999年以前には 中京三県と同じ NTT 東海のエリアとされていた中で、静岡のみをさらに分割することへの抵抗があったという推測もある。しかし一般利用者側からは、NTT 西日本への編入は地域性に即していないのみならず、住民の意見をも無視しているなど、不満の声もあり、特に沼津市など、静岡県東部ではその傾向がかなり強い。電力会社については、 富士川を境に、伊東が東京電力管内伊勢が中部電力管内となっている。福島県は東北地方に属するが関東地方に隣接しているため、少なからず経済的、人的交流がある。特に浜通りや中通りの万越自動車道以南では、新産業都市の指定以降は、京浜工業地帯の企業の工場が多数進出した。そのため、 東北地方の中でも特に関東志向が強いと言われている。中でも浜通りの岩木市南は常磐線の複線化や常磐自動車道の開通が早かったため福島県内の他地域よりも茨城県との交流が深い。交通面でも東北新幹線、那須野の一部が郡山駅まで延長運転したり常磐線、スーパー日立が東京方面において いわき駅を始発終着としたり、さらには東武日光線の快速電車が野岸鉄道合図絹川線を介して合図田島駅まで直通運転するといった例が見られ、JR 東京駅からいわき南相馬方面への高速バスが1日約40往復するなど観光客のみならずビジネス客の移動の足となっている。これらを踏まえ、現在では 特に工業面において場合によっては広域関東圏に福島県を含めることがある。しかし福島県全体としては宮城県をはじめとした東北地方に分類されることが大半で関東地方と同一エリアに含まれるとみなされる例は皆無に等しい。県庁所在地の福島市が東北地方の中心である仙台市との結びつきが極めて強いことも 一員として挙げられる。2010年10月1日現在の国勢調査による広域関東圏11都県の人口総数は合計で5176万2850人であり、全国の人口総数の40%を超過する。関東地方、伊豆諸島及び新潟、山梨、長野、静岡の各県の方言並びに小笠原諸島の言語は 以下の通りである西関東方言は、江戸東京語の基礎を成しており、南関東、三玉地域、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県足利市及び山梨県群内地域が西関東方言地域に属する。現在では、関東甲信越西地方1と10県全域において、江戸東京語を母体にした共通語が主に話されている。アクセントは、 中林型東京式をベースとする。高信越西地方及び伊豆諸島の大部分が東海東山方言のうち長野、山梨、静岡方言、北部伊豆諸島方言及び越後方言のそれぞれの方言地域に属する。アクセントは中林型東京式、外林型東京式であることが多く、西関東方言とも共通する行為も多く見られる。 新潟県の内阿賀野川江北の阿賀北地域及び東蒲原郡阿賀町、茨城県並びに栃木県が東北、東関東方向と地域に属する。アクセントは、崩壊アクセント、または外輪型東京式の阿衆である北大衆式が主であり、西関東方言や東海東山方言とは異なる点が多い。伊豆諸島のうち八丈島、八丈、小島、 青ヶ島及び鳥島が八丈方言地域に属する。ユネスコが2009年2月20日に言語消滅危機に関して発表したものによれば、八丈方言は日本語とは別に八丈語として設定され、八丈語は言語消滅の危険にさらされている段階にあるとなっている。北陸方言は西日本方言に属し、新潟県では唯一佐藤ヶ島のみが、 北陸方言サドベン地域に属する。ボニンゴは1830年に史上初めてボニン諸島に定住した欧米系先住民と近代以降に後から本格的に移住し始めた日本民族とのコミュニケーションが円滑に行われるようにするための混成言語であり、ボニン諸島をはじめとする小笠原諸島がボニン地域に属する。 2007年度県民経済計算によれば、広域間統計を構成する1と10県の県民総生産の合計は229兆6,555億円である。日本の約44%の GDP を占めており、世界第5の経済大国であるフランスの GDP とほぼ同規模である。都県別の昼間人口と夜間人口。ありがとうございます。